オーテンジクザメは、テンジクザメ目コモリザメ科に属するサメの一種。オーテンジクザメ属唯一の原生種。インド太平洋沿岸の70メートル以前に生息。円筒形の体と平たい頭は、ホホジロザメ、コモリザメ他に似るが、尖った背びれと鎌型の胸びれで、区別できる。最大3.2メートル。昼間は洞窟などで休んでいる。夜間は、 穴などに潜む獲物を活発に探し、吸い込んで食べる。餌は主にタコだが、他の小動物も食べる。無体盤生体制で、天竺ザメめ唯一の卵食生。出生時はかなり大きく、産子数は少ない。子守ザメに比べおとなしいが、強力な顎と鋭い歯を持つ。商業的に漁獲されるほか、ゲームフィッシュとしても扱われる。IUCN は気球種としている。 ファウナ・オブ・ブリティッシュ・インディアによるイラスト最初、フランスの博物学者、ルネ・プリー・マベル・レッスンにより、ニューギニアからの1.4メートルの標本をもとに、シリアム・ファージニアムを記載した。1831年に、その記録ボイチ英雄ツアージモンド、シュール・ラコルベット・ラコキールが出版された。一方、1837年、ドイツの博物学者、エドワルト・ラプルは、 公会からの標本をもとに詳細な研究を行い、ネブリアス・コンコロールを記載した。1984年にレナード・コンニオによってシノニムとされるまで、両方の名が別属として保持されていた。コンニオは、この2種を区別している葉の形の差は、N コンコロールが若い個体であったことによることを明らかにした。俗名、ネブリアスは古代ギリシア語、ナブリー、または、 ナブリードースに由来し、皮膚の色にちなんだものである。種商名ファージニアスは、ラテン語でサビ色を意味する。形態比較に基づくと、ネブリアス族とコモリザメ族が単系統群を構成し、この群は、スドジンディーモストマブロビコダトムジンベイザメトラフザメを含むクレードに位置づけられる可能性が考えられている。インド太平洋に分布する。インド洋では、クワズールナタール州から、 航海、ペルシャ湾、インド、マダガスカルモーリシャスチャゴス諸島、セーシェルモルディブを含む。西太平洋では、南日本から、中国沿岸、フィリピン、東南アジアインドネシアオーストラリア北岸まで。中央太平洋では、ニューカレドニアサモアパラオマーシャル諸島、タヒチで確認されている。中心予前期に遡る、ブラジル北部のパイラーボス層から化石化した葉が、出土している。 これはパナマ地境形成前に分布が熱帯大西洋に及んでいたことを示している。沿岸性で大陸方の砂底、藻場、サンゴ礁や岩礁の外縁に生息する。普通は震度5から30メートルにいるが体がギリギリ浸かるくらいの最破体からサンゴ礁の震度70メートルにまで見られる。未生態は主にラグーンの浅瀬にいる。鎌形の胸びれが特徴。 最大で3.2メートルになる。頑丈な円筒形の体、幅広く平たい頭を持つ。目は側面について小さく、上部が隆起し、後方に小さな噴水孔がある。前微弁は細長く伸びて触手になる。口は小さく、下唇は三葉に分かれる。上顎歯列は29から33、下顎は26から28。瓦状に重なって並び、 外側の機能する2から4列以外は狭いスペースに押し込まれている。葉は線形で、基部は広く3体以上の小線頭がある。葉は成長とともに高く分厚くなる。第4、第5エラ列は他のエラ列より近接する。背びれと腹びれは角張り。第1背びれは第2より大きい。 胸びれは細く尖って鎌形であり、他のこもりざめる糸は異なっている。第一背びれは腹器の真上で、第二背びれは尻びれより前の上部につく。尾ひれは生体の全長の1、4に達し、低い常用を持ちした場はほとんどない。皮場はひし形で4から5本の隆気が放射状に走る。背面脇、赤、灰色などがかった茶色、覆面は 開白色。環境に合わせて体色をゆっくり変えることができる。容体では下まぶたが白い。日本、沖縄、台湾沿岸では第二背びれを描いた個体が見られる。これは高い塩分濃度、温度、または人の活動の結果かもしれないが、詳細は不明である。1986年、第二背びれを描く2.9メートルの生体油が、 ナチカツウラ町で捕獲された。この個体はアルビノであり、これまで発見されているサメのアルビノの中で最大である。日中はよく積み重なっている。他のコモリザメ類より流線型であるため、より優営性が強いと考えられている。体、頭、ヒレ、歯の特徴はレモンザメのような動種に分布する活動的なサメと同等である。捕獲個体は、 餌の時間によって中高生にもなるし、マダガスカルでは常に活動的と言われるが、基本的には夜行性である。日中は20匹を超える群れが、洞窟や岩棚の下に集まり、積み重なって休んでいる光景が見られる。個々の個体が自身の休息場所を持ち、毎日そこに戻る。他のコモリザメ類は、イタチザメやレモンザメの獲物となるが、本種の天敵は少なく、 大型のオメジロザメやヒラシモクザメに攻撃される程度である。螺旋鳥に寄生するペゲバートリアム属の常駐五種が知られている。タコを染色する珍しいサメである。他の餌は、サンゴウニ、甲殻類、イカ、小魚、マレニウに海蛇。海底をゆっくり泳ぎながら、頭を穴に突っ込んで獲物を探す。獲物を見つけると、筋肉質の咽頭を開いて、陰圧を生成し、 獲物を吸い込む。マダガスカルでは6の8月に荒廃する。生態メスは機能する卵巣を1つ、子宮を2つ持つ。無体盤生体性である。天竺ザメメで唯一、卵食性で、胎児は卵黄を使い切ると母体が作る卵を大量に腹に詰め込み、卵黄の代わりとして用いる。ネズミザメメと異なり、胎児が摂取する卵は大きくて殻を持つ。 白ワニのような胎児の共食いは観察されていない。男性とした報告もあるが、それは、捕獲個体が排出した未受精卵を誤認したためである。卵症は玉ねぎ型で、半透明で薄く茶色の殻を持つ。出生時の全長は地域によって変化するが、40から80センチメートルである。メスは一つの子宮に最大4個の受精卵を、 放出するが、新生児はかなり大きいため生まれるのは1から2匹と推測される。アルメスは一つの子宮に2匹の胎児を持っており、一方はもう一方より小さかった。このことから競争によってどちらかの胎児が排除されることが予想される。オスは2.5メートル、メスは2.3から2.9メートルで生成熟する。クイーンズランド沖では遊魚者に珍重される。 他の子守りザメより大人しく、通常は何事もなく手で触れることができる。だが、挑発すると噛みつくことがあり、強力な顎と小さな鋭い葉は危険である。タイソロモン諸島などのエコツーリズムで好まれる、名物である。水族館で飼育されるが、人によくなれ、手から餌を食べるまでになる。オーストラリアでは利用されないが、パキスタン・インドタイフィリピンなど、 その他の分布域では、商業的に底引きもを、刺し網釣りで漁獲される。肉は生、干物、塩漬けに、ヒレは深ヒレに、肝臓は肝油に、厚く丈夫な皮はサメ皮に、その他は魚粉に加工される。クイーンズランドでは、ゲームフィッシュとして扱われ、針にかかると眼鏡に抵抗し、体をひねって針を外そうとする。引き上げられた時には水を吹きかけたり、 うなり音を出したりすることがあるが、防衛行動かどうかは不明である。IUCN は、気球種としているが、高い漁獲圧があること、また低い繁殖力と分散力によって、乱獲から回復するのが難しいことが理由である。さらに、生息地の破壊、毒や爆発物を用いた漁業により影響を受けている。インドタイからは、地域的な減少と絶滅が報告されている。 オーストラリアでは漁獲対象でないため軽度懸念とされている。ありがとうございます。